よし、今日は厚生保護女性会の方々がいらっしゃるから準備しとかないと。頼もう。久しぶりだね、長谷川くん。お久しぶりです、ね。はい。元気そうでよかった。元気です。あ、そう。はい、元気です。心配してたんだから。本当ですか。うん。ありがとうございます。なんかパイナップルかと思った。はい。パイナップルかと思った。あ、髪切ったね。はい。あ、そう、パイナップルみたいにしてくださいって言って。はい、言ってないですね。はい。パイナップルではないので。色も違うと思うんで、うんうんうん、はい、スーパーにあったらこうやって持って帰るってことだった、はい、ああ、パイナップルじゃないですか、ね、はい、パイナップルじゃないですか。私パイナップルダメなの、はい、あの、はい、パイナップルの話になっちゃいます。下がザラザラしちゃう、はい、ありますよね、あの、ね、そう、苦手な方もいらっしゃいますけども、うん、でも長谷川君だったら食べれちゃうかもしれない、はいはい、パイナップルの話になっちゃう、ね、パイナップルの話がもう久しぶりという、はい、お久しぶりです、うん、元気そうでよかった、はいはい、今日みんな連れてきたよ。あ、いつもの4人衆で来ました。いつもありがとうございます。風の立つ子、風、あ、うん、はいはい、あと林野正美、はい、うん、はい、山の、あ、いやいやいや、風林火山みたいなことですか。そう、そんなチームだったんですか。そう、馬に乗ってきてんの。嘘を言う、いやそれは、いや言わしてくださいよ。嘘ですよね、言わしてくださいよ、ね、はい、うん、よかった、でも元気そうで、はい、嬉しい、本当に。いやいや、こちらこそ。どれぐらい嬉しいと思う。まあ、どう、これぐらい嬉しい。いや、でもどれぐらいか分かんないですけど、で、大きくやって、こういう風にやってもらえるんじゃないですか、うん、大きくなったね。これですか。指示もあるかと思った。いやいや、古いですよ。僕もこうやってやってないじゃないですか、ゴール前でこうやって。ね、こうやってなんで古いんで僕知ってるんですか。すごいね。エスパレスの話しても何ですか、ね、分かんないですか。大きくなったよ。本当ですか。うん、あ、じゃあ嬉しいです。ちゃんと食べれてるのかな。まあでもそんなにサイズで昔と変わんない、うんうん、昔これぐらいあったよ。そんな大きくなかったですけど。いやだそうですね、ね、大きかったからちょっと縮んだかもしれないですね、はい、そうだよね、よかった、本当嬉しい、はい、はい、よかったです、うん、はい、本当に。これさ、服ずっとこれ着てない、はい、長谷川くん。あ、でもこれすごく大きくていいんです、ね、ちゃんとさ、はい、身だしなみもっといいの着なさいよ。いやでもこれすごい楽ですし、シーツを、あ、1枚のシーツでそれ何着か作ってるの。え、違います違います、これ普通に白い T シャツ売ってます。あ、そう、はい、ちょっとやめて、縮まるに見えるから。じゃあやりません、もうこうすると縮まるに見えちゃうから。そう思われるんだったら、そう、うん、もう縮まる話もいいかな。今日ね、洋服持ってきたの、はい、え、ちょうどそう、たくさんいただいて、すいません、そう、みんなに分けようと思って、はい、いや嬉しいです。新しい欲しかったんです。ね、欲しかったでしょ、はい、これいいんじゃない、はい、これ小さくないですか、小さくないですか。いや、これぴったり、これ絶対長谷川くんにいいと思ってさ。これちょっと、僕にはちょっと、うん、着てみて、絶対似合う。いや、伸びるやつだってね。これ伸びるんですか。そう、伸び、 NASA のやつだってね、言ってたよ。全然うなずいてないですけど、うん、NASA のなんか素材だって言ってたよ。そうなんですか、じゃあ着たら伸びるんですね、うん、着て、わかりました、うん、着たらちゃんと伸びるんですよ。絶対似合うから。あ、じゃあ、あれ、そう言ってもらえたら嬉しい、うん、そう、はい、ちょっともう、こんな私の目の前で、ね、あ、すいません、すいません、ほんとデリカシーがないんだから、長谷川くんは。すいません、申し訳ないです。そういうとこだよ。はい、気をつけます。はい、ちゃんとほら、はい、見てるからね、ちゃんと。はい、意味ないじゃないですか。見たから、メガネ取ると思う、はい、な、はい、何メガネ取ると、はい、どこの人、はい、いやいやいや、パイナップルだよ、もう。いや違います、パイナップルのキャラクターではないですよ。あ、そんな感じ。メガネって大事ね。メガネってほんと大事。はい、ぴったりじゃない。小さいです。ピチピチです。ほら、本来胸ポケットここに来るのがちょっとほら、はい、脇ポケットになってるんだ。胸ポケットがこうなってるんですよ。もうなんか。ちょっとこうしてみて。はい。シジマールだもん。なっちゃうんですよ。こんな感じだったんですよ、当時の。ぴったり、ほんとなんか色味があってさ、すごくいい。これでいいですか？うん、いい。ちょっと動きづらいですけど、この辺とか。大丈夫大丈夫、すごいやっぱ、いいですか、おしゃれに見える。でもおしゃれはおしゃれですね、うん、いつもより、うん、はい、じゃあこれ着させていただきますね、はい、よし、じゃあご飯作ろうね。あ、はい、うん、お腹すきました今日さ。はい、豚肉、あ、いいのがね、はい、捕まったの。はい、捕まえてるんですか。そうそう、え、あ、買ってもらえる。私はもう何でもやるよ。あ、すごいですね。バーン。あ、量もされます。量もする。本当ですか。そう、漁もする。漁できます。みんなの笑顔を思い浮かべて私は漁をするよ、はい、みんなに食べさせてあげようと思って。それ、どこで漁されてるんですか。渋谷区に、まあ、嘘ですね、じゃあ。じゃあ嘘ですね。はい、じゃあいただきます、うん、はい。お、でも立派なお肉ですね。そうでしょう、はい、何食べたい。いろいろできる、とんかつもできるし、はい、ハンバーグもできるし、はい、あ、じゃあ僕、うん、ハンバーグ食べたいです。ハンバーグ、じゃあハンバーグは私が作るよ、はいはい、あ、じゃあとんかつもいいですか。うん、とんかつじゃ。はい、自分で作れますか。はい、僕揚げ物大好きなんで。あら、そう、はい、うん、じゃあやっていこう。はい、これね、こっち、はい、これ使って。はい、うん、あ、下ごしらえしてる。そう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 、はい、わかりました。はい、うん、はい、私もじゃあやっていこうかな。
なんか困ったこととかない？なんでもいいから言ってほしいの、私たちは。そうですね、全然遠慮しなくていいからさ。なんですかね、そんなにないんですけど、またあの新しい靴そろそろ、あ、そっか、はい、ダメになっちゃった。もう結構はい、いろいろいただいたんですけども、もうちょっとこう動きやすいやつが、大丈夫で、はい、私の 22.5 のランニングシューズ、入んないですね、28センチあるんで。あ、そっか、はい、もう無理ですね、多分。やっぱり足の手にしか入んないと思います。あ、はい、じゃあいいじゃん、よここ走りたくないですよ、僕。できれば、靴がいいですか、28センチ。わがまま言って、すみません、大丈夫、いいの、何でも言って、はい、言ってくれるのが一番嬉しいの。あ、本当ですか、うん、あ、よかったです。結婚してくださいって言ってくれてもいいんだから、はい、それは言わないと思います、すみません。一回言ってみてもいいよ。いいですか、いや、練習みたいなことですかね、はい、そう、ぜひ僕と結婚してください。ごめんなさい、何なんですかこれ。痛いです、振られる練習も。いや、痛いです、はい、しておきましょう。はい、わかりました、はい、いや、お気持ち本当にありがとうございます、うん、もう嬉しいです、うん、はい、よかった。あ、何、ありがとうございます、はい、お気持ちいつも、そのありがとうございますに対して、はい、こちらこそありがとうございます、はい、ね、はい、ありがとうございます、欲しいな、はい、ありがとうございますに対してのありがとうございます、はい、それに対してのありがとうございますがもらえたら私はとても嬉しい。あ、そういうことですか、うん、今ちゃんと、うん、はいはいはい、あ、じゃあありがとうございますに対してのありがとうございますに対してのありがとうございます。じゃあそのありがとうございますに対してのありがとうございますに対してのありがとうございますに対してのありがとうございますをどうぞ、はい、うん、欲しいな、それに対してのありがとうございますもあると、はい、私はすごく嬉しい、はい、うん、ありがとうございますに対してのじゃん。もうありがとうございますが、いい、ちょっとあんまり大きくなっていくの、ありがとうございます、 ありがとうございます、どんどん大きくしていって、はい、そう、その感謝のありがとうございますをぶつけてほしい、私、はい、あ、もうだいぶ大きい、そしたら私もぶつけて、はい、大きいの今もうぶつけましたね、ぶつけた、はい、痛かった、痛いんですか、あれ、うん、優しい気持ちになってもらいたかったんですけど、うん、大丈夫、でも嬉しいから、あ、よかったです、うん、はい、ご飯とかさ、ちゃんと食べれてる、はい、ご飯は、はい、食べれてます、うん、はい、そうかそうか、はい、よかったじゃん。でもあの、うん、去年のクリスマスに出たあのケーキとか、うん、甘いのまた食べたいですね、甘いの好きか、はい、甘いのみんな好きよね、美味しい方です、はい、知ってるんだから、はい、みんな1個だよって言ってるのに長谷川くん前、はい、8個持ってた、いや、そんな持ってない、2個ですよそうそう、言いがかりやめてください、本当に、いや、やめてください、本当にそう思われちゃう、いや、そんな持っててないです、8個持ってた、いや、やめてください、なんで言いがかり、いや、俺2つだけだった、2つです、2つちゃんと1個にして、1個はその場で食べて、1個は冷蔵庫に入れて持って帰りましたけど、持って帰った、はい、私8個、そう、8個持って帰ったと思った、本当ですか、それやめてください、みんな好きだもんね、いや、もう、甘いのね、そうです、もう、みんな目がないですから、うんうんうん、いや、美味しかったです、本当に、あれ作っていただいて、うん、ちょっと、はい、どうしたの、これ、はい、なんですか、お肉、はい、こんなに、はい、こんなに伸ばして、はい、あの、え、これ、はい、これぐらいだったよ、はい、でっかいとんかつ食べたかったんで、でっかいのがどうしても、はい、やっぱりみんなね、だから体も大きいし、僕そうなんですよ、大きいとんかつね、はい、食べたかった、今日はじゃあ、はい、世界一大きいとんかつ、あ、嬉しいです、あげましょう、これあげます、ね、大丈夫ですかね、大きすぎる、上がる上がる、大丈夫、いや、嬉しいです、タコ糸、はい、タコ糸、いやいや、上がるって、そのこっちであげるこれ上がるよ、風に乗るよ、確かに、いやいや、豚肉そのにタコとして揚げてるのもいいんです、あんま見たことないですけど、できれば、はい、とんかつにしたいのか、とんかつを揚げるの方です、うんうんうん、あ、こっちの油で揚げたいです、大丈夫大丈夫、できるできる、できます、うん、できる、これどうしても大きいの食べたくて、よし、じゃあ薄くてもいいんで、食べよう、はい、食べたいです、うん、はい、じゃあ私もハンバーグこねていこうかな、はい、じゃあお願いします、ね、もうちょっと最後仕上げでに、うん、はい、僕もやるんで、すいません、ちょっと大きくしすぎちゃったかな、楽しみだな、よし、こんなもんでいいか、僕も手伝いますよ、何やってるんですか何、ハンバーグの空気抜いてるの手伝おうと思ったんですけど、ん、なんですか、教えてあってましたねえ、どういうことですか、おまじないよ、これは、ハンバーグが美味しくなるおまじない、これってハンバーグこう空気抜いてるのかと思ったんですけど、あれ、そう、あ、そう思ってた、あれ、みんなこうやってんだよ、はい、違いますよ、見たことありますもん、いやいやいや、こうやってやってるのも見てるんですよ、僕、いや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 、音大きいな、そんな、うん、大丈夫、よし、おまじないです、じゃあ、こねていこうか、はい、ね、いや、その手でやりますよ、お尻パン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 して、あ、そっか、はい、さすがにね、ちょっとみんな食べますんで、ちょっとね、はい、ごめんなさい、気になっちゃうね、はい、そうしていただけた方が、じゃあこれをちゃんとつけて、はい、いや、だから違う分かってないな、通じ合えてない、よし、はい、はい、こねていこう、あ、いやいやー、こねちゃった、あ、それで、あー、それ、いやいやいや、それでこねない方がいいです、はい、いや、こね方独特ですね
こね方独特ですね。そんなこね方します？よし、はい、焼いていこうね。あ、ちょっと形もあんま良くないですし、俵みたいになっちゃってるんで、俵ハンバーグにしよう。いやいや、コロッケ聞いてるから。はい、食べてくよ。はい、じゃあもう、すみません、ちょっと僕、すみません、なんでもう出なきゃいけなくて、予定なんで。いや、もうちょっとこれ食べれない、食べれるんですけど、冷蔵庫にしまっといていただいて、帰ってきてから食べるんで。いいよ、こねた。はい、大丈夫です。お尻でこねてみたいな感じになってるんで、大丈夫です。はい、このとんかつ、お尻に敷く？あの、すいません、カブトンじゃないんで、あの冷蔵庫にしまっていただいたら、帰ってきてから食べますんで、すいません。はい、はい、失礼します。よし、タコ糸ある？いや、非常に、はい、パワフルで、アグレッシブで、はい、アクティブ、はい、もう町の頼れるお母さん、まさにそれをやりましたね。やりましたね。はい、素晴らしかったですけど、でもちょっと正直、ちょっとおっちょこちょいというか、ちょっと抜けてる方あんまいないですね、こういう方は。まあ、実際は J リーグ発足時は J リーグ見てたんだろうね。いやいや、そうだね、ちょっと、ね、情報も古いですし、ちょっとやりすぎてたかなっていうのは味付けがちょっと過ぎたかも。 あと話が長いところだけは合ってました。話が長いというか話が変わってちゃうね、だからお会いした3人が1個になったら多分これぐらいのものになる感じね。取材させていただいた皆さん、確かにそうかもしれない、そうでしょう、いい感じでしたね、はい。ただ服のサイズはちゃんとしたものを本来いただけるわけですね。本来はね、はい、このサイズはなかなかないですから。でもほら選びそうじゃん、あのお母さんたちが。めちゃくちゃ暑いのよ、 T シャツなのに。T シャツ全然通さないのよ。まあそんな感じで、はい、まあ非常に素敵な方々ですので、はい、こういった活動されているというのをこのコントを通して知っていただけたらいいなと思います。はい、以上、シソンヌでした。